さあここで本日決勝戦ですね、帝王決定戦、ここで4年3月となんと3ライフで参加できるという誰が倒すねんもういいんじゃないっていうぐらい勝利券勝利券ね、マジでガードできないんですよね、マサさん勝利券、なんかね、勢いに押されるよね。あー、おしゃれ、美味しいです、これ。あ、これガードする必要がない。最後は現役ジャストアシュラーガード。そう、これは現役の、あのエフェクト切れてますけれども、現役は発動中です。今の状態で、あ、死ぬんだ。あれ、悲しみに千円は消えるからね。裏から王将龍、その昇竜拳無理だって。コワコワコワウィッパー減ってる。コワコワ百鬼投げ、橋が止まらない。あ、うまい。ゴーハド、よく今金中継発動しなかったの。金中継発動で当たったもんだったら多分もう終わってますよって。さあ全部大臣に焼却鉄が中間2勝減りすぎだろ。それだけでゲージ半分回収、裏から前方、表、あーとこれは厳しい。どこら辺の、どこら辺の、え、いきそう間に、さあどこ、裏、さあ裏強すぎ。はい、ということで本日優勝は4年優という結果ですね。おめでとうございます。